皆さんどうも、夜ラジ第3週担当のヘルツアンヘルツ、メンバーのメンディこと戸部ゆきです。事前に告知をさせていただいた通り、えー、現在、えー、第3週のヘルツアンヘルツ以外の全チームを含め、えー、夜ラジは放送休止期間に突入しました。えー、ラジオ番組という形での、えー お届けがお休みの期間中に逆にこういう期間だから何か、えー、面白いことはできないかななんていろいろ考えながらまあ、あの安易ではあるんですけれどももともと解説しているこの番組のブログやそして SNS や動画を駆使して、えー、今できることを精一杯楽しんでみようと思っておりますというわけで えー、今月のメンディー一人べしゃりでございますけれども、えー、テーマはね、えー、私の、えー、今行きたい世田谷ということで、えー、なかなかね、外出が私も控えてますから、えー、必要最低限のこと以外は。で、あのー、 収録が休止になった時に初めて気づいたことがあって、えそれはですね、私はこの33年間の人生の中で、えー、生後3ヶ月で、まあ、父の実家で生まれたので、生まれだけは東京ってことではないんですけども、まあ、すぐもう生後3ヶ月で東京に出てきて、 まあ、おおよそ、生後半年ぐらい、過ぎぐらいからかな。あの、もう、世田谷区民になったので、もうその0歳の時から現在に至るまで、世田谷にいなかった月っていうのが、実はないんですね。で、18歳で、まあ、今住んでいる、まあ、第二のふるさとと自分の中では思っているような、 場所とあのー、地域と巡り合ってそこに引っ越しはしたんですけれども、えー、それでもあのご存知の方はご存知かもしれませんが、えー、私は1999年からこの「FM 世田谷」の番組に携わらせていただいているので、えー、そう考えると、あのー、毎月収録で必ず世田谷区にはいたんですその世田谷区民ではなくなっても。 それで、今回収録がないってことは、あ、世田谷に足を運ぶことが今月ないんだ。そんなこと、この人生の中で初めてだなって気づいたときに、あーのー、そういえば、行ってない。世田谷区に長いこと暮らしてたけど、一度も行ったことないぞっていう、私の思いの、馳せる、思いを馳せるというか、あのー、 今行きたい世田谷という場所がありましてそれはですね毎年1月と12月に世田谷区の世田谷っていう自治体で開催されているボロ市というまあ飲の,の市のようなものなんですけれどもいろんな骨董品とかいろんなものがその町を埋め尽くすようなそういう素敵な あるんですけれども。あのー、もともとは、もう1578年から続いているものなんで、もう5世紀ぐらいか。すごいことですよね。今のボロ市っていう名前になったのは、明治時代からだそうで、それでももう、あのー、100年を超えているということで、すごいことですよで。本当に骨董品だとか、 まあ本当にふ古着だとかあの盆栽だとか本当いろんなものがね食器だとかバーって並ぶんですけれどもでほら例えばあの沖縄県民の方がじゃあ,あの沖縄県民だからって言って全員首里城に行ったことがありますっていうわけでもないじゃないですかで例えば北海道民だからといって小樽のあのレンガ通り 歩いいいたたこととがありますっって言ったらそうううわけでもないのと同じように私もあのー、長いこと世田谷に携わっていますけども実はこの足でボロ市、えー、行ったことがまだないんですね。なのでこういうあのー、今状況下になった時に冷静に考えた時にはい今行きたい世田谷まあ季節ではないんですけどシーズンではないんだけどもボロ市。うん あのー、またこう、いろいろ表に出ることができるようになって、で、機会がタイミングが合えば絶対に行きたいって今思っています。で、あのー、メンディーっていうプロジェクトで、あのー、ステージに立つときの衣装とか、で、それから、 ジャケットとかミュージックビデオとか潜在写真とかを撮るときに着る服とかというのも割とね、あのー、古着屋とか骨董屋とかから収集したものが多いですあの。エッチなものを着てる方がキャラクターにも あってますしね、まあ、今こういう、まあ、普通にラジオの収録の時とかはあのー、気の抜けた服のことの方が多いんですけれども、まあ、普通に外出する時とかあの人と会う時とかでメンディーっていうプロジェクトで動く時はそういう、あのー、飲みの市とか古着屋とかで、あのー、集めた、あのー、服を集めに行くこともあったりするので。 なんか、一回その、ボロイチで、あの、収集した、コスチュームで、コーディネートとかしてみたいなって、実は思ってます。それがね、今私が思いを馳せる世田谷、今行きたい世田谷です。で今回は、今行きたい世田谷ということでトークをさせていただきましたけれども、 だからこれをご覧いただいている、えー、方の中で実際ボロイチ行ったことあるよっていう方いらっしゃったら、えー、どういう雰囲気なのかやっぱりこう教えていただけたらとても嬉しいなって思います、えー、この動画が、えー、アップされているこブログの記事のコメント欄に、えー、その 位置に関してご存知の方がいらっしゃったらなんか教えてください、うん、そしたらなんかこうねやり取りをしてるような形になりますしねほんとでも改めてこう世田谷に行けない,いというかいけないっていう方もあれだけどうん そういう月っていうのが、ほんと、33年間生きてきて初めてなので、やっぱりね、この、世田谷に吹く、あのー、風とか、空気とか、私はものすごく好きです。なんか、都心のオアシスというか、特にほら、あのー、轟っていう世田谷の地域とかは、本当に、これ、 都内なのっていうくらい自然が残ってますし FM 世田谷の本社がある洋画のすぐそばには絹田公園っていう、えー、大きな公園もあったりとかしてでねあの今年はでき,、ま、できなかったけどもあのそこで毎年、えー、花見をすることがヘルツヘルツの行事だったりもします。 今こういう時だからこそ、あのー、そういったことが当たり前じゃなくて、本当に貴重な、あのー、財産になるんだな、そういう時間が素敵な財産になるんだなってことを逆に、あのー、気づくことができた時間だと思って、今このえ時期、このタイミングえ、そしてこういう状況を、私は逆にこう大切に、あのー、 いいただいただだ機会だと思ってそしてね、あのー、この番組、あのー、FM 世田谷で放送している夜ラジヘルツアンヘルツを聞いてくださっている方たちとの交流というのもね、あのー、途切れないように、しばらくの間はこういった形で、えー、コンテンツを発信していきますので、あのー、皆さん、 何か、例えば、あのー、こういうことについてメンディべしゃってほしい。そう、あの、一人べしゃりっていうけど、ちょっとね、あの、古い、例えたけど、喋りのことでございますね、べしゃりっていうのが。メンディこういうことについて喋ってほしいとか、なんか、こういう,いう機会だから、あの、質問したいっていうことがもしあれば、ね、あのー、このブログの記事のコメント欄に書き込みいただければ嬉しいです。で、そして皆さんに、 あの、これはね、あの、動画のコーナーではないんですけれども、えー、今月から新たに、えー、このブログの記事の中に、今月のみーみちゃんということで、えー、先月の放送でもお伝えしましたように、えー、なんとですね、あの、空組宮川の、えー、ご実家の宮川家にですね、新しい家族が加わりました。それは子猫の 宮川みーみちゃんでございます。女の子の猫でね。で、前回、えー、この3月の放送の放送後期に、えー、みーみちゃんの写真をあのー、掲載させていただいたところ、本当に、あのー、コメント欄にはね、あのー、コメント前回の月はいただかなかったんですけど、個人的にものすごい反響があったんです。前回の回。 で、その中でも本当にみーみちゃんへの反響とか、あの、宮川への反響とかがとても多かったことが事実なので、あの、それだったら、ね、私もその、みーみちゃんすごい可愛くて大好きって、もうある種大ファンですよ。なので、あの、この番組で、えー、彼女の、あの、成長をこう、皆さんと一緒に見守ることができたらなっていうことと、ほら、 あの、ちょっと失礼かもしれないけど、招き猫なんて言うじゃないですか。なので、このヘルツワンヘルツの招き猫として、あの、毎月、あのー、その月のみーみちゃんを、えー、写真で、皆さんに、えー、成長過程を、私たちと一緒に見守っていただけたらな、ということで、今月のみーみちゃん写真掲載しておりますので、えー、ぜひこの記事の中、 チェックしてくださいであのー、このスピンオフに関してはえー、その,随時中身の記事が追加されていくこともあります、あのー、4月今月はだから、あのー、もともと放送予定だった4月の18日からこれ公開始まってますけれども、えー、ラジオではできないことですよねこうどん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 そのコンテンツを追加していくっていうことは。 その時になんか思い立ったことをこう追加できるっていう便利なツールになりましたもんね。私がラジオを始めた1999年当時っていうのはう考えられませんでした。こんな綺麗な画質であの自分の携帯で動画を撮ってで、そして自分でアップするなんてことをね。 私が、そう、十九年っていうのが、1999年っていうのは、中学校1年だったんですけれども、あの、すでにインターネットはありましたけど、こんなに、こう、スイスイ、動画が見れるようなっていう環境なではなかったし、一家に一台パソコンっていう時代が訪れる、足音が聞こえてきたかな、ぐらいの世代なので、本当に、そういう時代を経験していると、 今のこの、あのー、時代コミュニケーションツールが本当にとても増えたなーっていうことでね、あのー、ありがたやっていうこれを活用しないではないみたいな感じで今こう喋ってますけれどもいつもラジオの時もそうですけどあの目には見えないけれどもどこまででもつながってるでそれは国境も越えるしで本来だったら二度と会えない その触れ合うことができないような人ともつながってると思って、えー、私はずっとマイクの前に立って喋り続けてきました、えー、このスピンオフでも同じ気持ちですのでねどこまで届いてるかな <laughs> もうずっと多分想像もつかないくらいあのような場所まで届いてると思うので例えばなんかこうあのー、この番組っていうかこのコンテンツでも を通して、何かこう、あのー、伝えたい人に伝えたい思いがあれば、そういうことをコメント欄にもね、書いてくださってもいいと思いますし。みんなで楽しんでいきましょう。で、ラジオ、え、FM 世田谷の夜ラジーが再開した時に、みんなで、バザーイってなれるようなね、その、時まで、こう、どん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 楽しみを、あの、増やすっていうことも含めて、 はあ、こういうコンテンツを駆使して、しばらくの間はお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。なかなかこう、一人で、ペちャくちャ喋っちゃうものね。大丈夫みんな。あの、退屈じゃない <laughs> 私はね、もうその止められなかったらずっとこう喋っちゃう、あのー、しているのでね。やっぱね、あのー、なんだろう、こう、 なんだろうな。まあ、ほら、あのー、宮川が空組になってから、ほら、目の前に、あの、姿、形こそはないとはいえ、あのー、いつも参加してもらっているっていう認識には変わりないのと同じように、なんだろう、こう、リスナーの皆さんも含めて、こう、目には見えないけど繋がってるって、 っていう感覚がしっかりこう自分の中でそういう感覚でやってるってさっきも話をしましたけどそういうこともあるので今月なんかメンバーのみ,みんなに見えないってことはもちろんあのなんだろうなちょっとあの調子違うなっていうのはあるんだけどもあのそれぞれがそれぞれの場所であのその時すべきことをしてくれてるのであればなんかありがたいっていうかそれでいいん なっって思って思いますなのでね、あのー、みんなと一緒に楽しめる場を、このコンテンツではね、えー、お届けできればと思います。ラジオとはね、ちょっと違うでしょう。こう、なんか、で、メンディの話にはなりますけれども、去年の2月まで、ムーブオンっていう、えー、プログラムをメンディの方の YouTube チャンネルで、 毎月アップしてそれはあのあの私がにゆかりのある場所そして私が行きたい場所でその、えー、東京っていう私が育った場所の、えー、あまりクローズアップされることがないようなあの場所だけども実はそういうところにあの昔から気づいている東京の空気があるんだよっていうような。 歴史があるんだよっていうことを私の楽曲とともに紹介するっていうコンテンツも宮川と一緒に作って去年の2月まで更新をしていたんですでその時ですらカメラを回してくれてるのは宮川なので一人でこうカメラに何か向かって喋りかけるっていうことがなかったんですね本当に今回初めてだからこう喋れるもんかなと思ったんだけど割と喋れるというかね えー、きっとだから、あのー、ヘルツアンヘルツとかあと音楽とかそういうこういう媒体を通してみんなとつながってるっていう意識が強いからなんだと思いますだから皆さんも、あのー、これご覧いただいてる方の中でちょっとなんかあの退屈だなとか寂しいなって思ってる方いたらつながってるので全然そんなことはないよ一人じゃないっていうことをえ分かっていただけたら嬉しいです ええー、な、長くなっちゃいましたね。なんかこう今20分近く喋ってるんだ。私。<laughs> そろそろね、飽きたでしょ。<laughs> というわけでね、今月の、あのー、メンディの一人べしゃりは、あのー、私が行きたい世田谷ということで、ボロイチをクローズアップしました。ボロイチに関して半分ぐらいしか喋ってないけど、あとはなんか個人的なあのことの,あの話になっちゃってごめんなさい。でもこれノーカットで行きます。<laughs> えーというわけでね、あのー、とにかく、そうね、あの、季節の変わり目、どん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 移り変わっていきますから、それぞれの窓辺から見える、あのー、景色を、あの、皆さん、えー、その、日の限り方とかもその季節によって違いますし、で、今は今しかないですからね、えー、それぞれの場所から、えー、それぞれの空を見上げたりして、それぞれの季節を堪能していただけたら幸いです。で、そういった中の、 何かこうこのコンテンツがね気晴らしになればあ嬉しいなと思ってます、ね。しかも音楽の紹介もない中無音で一人でこうチャクチャべちゃくちゃと喋り通してしまいましたけれども、えー、しばらくはこういった形で、あのー、コンテンツを配新し,していきますので、えー、皆さん、えー、毎月第3週ラジオと同じように第3週土曜日に、えー、コンテンツを 配信していきますので、えー、楽しみにしていてください。えー、というわけで、えー、メンディーこと、飛部勇気でした。というわけで、また5月におしゃべりしましょう。ふ <laughs> ありがとうございます。